んが一生懸命取ってくれたキャベツは、うちで餃子になります。で SDGs 餃子になります。で、ね、餃子になったらぜひ、ね、また皆さんでその餃子を食べていただいて、ね、心を込めて取ったキャベツだから絶対餃子も美味しくなります。でそうやって皆さんに餃子を食べてもらって、売り上げの一部は募金になります。はい、頑張って今日収穫してみてください。はい、ありがとうございます。天気に恵まれまして良かったですね。明日じゃ危なかったから本当に良かった。今日は以上でいいですかね。はい、大丈夫です。取り組んないとやっぱりもう契約で出してるから最後うなようになっちゃうんです。流通に乗せれない分ということでいいんですかね。そうだよね。なるほど。なんかこれは今日の話じゃないですけど、僕が農家さんから聞いてなるほどなって思ったのは、やっぱ野菜って流通に乗せてなんぼらしいんですよね。段ボールに詰めれる大きさにして野菜は出してるわけですよ。でその大きさに合わないと流通に乗せれないっていう理由だけでやっぱり世の中に回ることなく廃棄になると。やっぱ流通がメインで野菜が考えられてるんで、群馬で作った野菜が東北に行き、茨城で作られた野菜が群馬に来るっていうようなちょっと歪んだ地産地消が野菜の中で起こってたりっていうことがあったりするんで、それ多分一人一人が考えてることで世の中変えれますんで、まあそういったところもちょっと頭の片隅に置きながら、基本的には美味しいキャベツ今日取っていってね、お家で美味しく食べてもらえたらということで、はい。ひなちゃん、どう？楽しい。ああ、よかった。いいんじゃない？うん。ああ、上手。うん。綺麗になっちゃった。綺麗になっちゃった。ねえ、お野菜なくなっちゃったね。